どうも、ジョガレです。ダークソウル2前回の続きからやっていきたいと思います。今回からちょっと新しいエリア行こうと思うんですが、ちょっとなんか難しそうなんで、まあ死んだ時のために、ソウルをちょっと減らしておこうかなと思います。なんかね、買うやつがあったと。あ、これかな？よし、これ買おう。よし、全部買おう、これ。どうせ持ってても損しないんで多分買っときます。で、これはいらんか、別に。なんかないかな、あと。ファロスの石。あ、これ持っとこうじゃ。ファロス。ファロス。ソウルの矢、回復。まあ、これいらんかな、別に。よし、これぐらいにしようかな。6000あるんか。すまないね、ヒヒヒ。6000あるから、どうしようかな。とりあえず、あと指輪を付け替えました。この、アタックの指輪を2つ付けて、HP アップのやつ抜きました。まあ、HP 十分あるかなと思ったんで、まあ、寝とこうかな、みたいな感じですね。よし、5つあるからいけるやろ、まあ。ちょっとじゃあ、武器強化しとくかな。あ、それか、こいつからなんか買うか。こいつからなんか買うか。こいつなんか素材売っとったな。いやー、買っとってもいいやけど。お、おっと。これめっちゃ買えるやん。買っとこう。ほい。オッケー。まあ、買い込んでおきます。これでソウルがなくなったんで。まあもう、いつ死んでも、まあ、被害は。まあ、言っても人間から亡者になるのは嫌やけど。ただ行くか。行こう。転送。ついここですね。忘却の牢。離れの方行きます。明らかむずそうやもんな、このエリア。まあ、このダークソウルなんか結構いろんなルートがあるみたいで、どのルートが正しいかよく分かってないんです。あんま攻略サイトとか見てないんで、見ずに行こうかなと思ってるんで、ちょっとよく分からないんですけど、これが、まあまあ一番正しいというか簡単なルートなのか、それとも難しいのかよく分からないんですけど、まあ、もうここしか次の道知ってないんで、次行こうと思います。お、あったあった、行こう。お願いします。お、めっちゃある、見える。あ、サイン済みか。これでもちっちゃいやつをしたらもったいないから、絶対大きいやつした方がいいと思うな。お、なんかあった。あったあった。お、来た。あー、消えまくりか。でも結構見えますね、ここ。多分レベルが高いから見えるんかな、ここのエリア。敵のレベルが。え？なんかおるぞ、なんかおる、なんかおる、なんかおる。なんやこいつ。なんか釜みたいなやつ持ったやつおるぞ。お、やばそうや。あ、あった。よし、一気に。行くぜ。お願いします。次々行くぜ。よし、どれか来るやろ。よし。今、召喚で、お、来た。来ました。これで、揃えました、3人。よし、これちょっとまあ、助けてもらいながら行くしかないですね。新しいエリアなんで。よく分かってないんで、勝手が。にしても、あいつ強そうやな。それにまあ、マルチプレイの方が楽しいんでね、やってて。シングルで言ってもまあまあ、楽しいのは楽しいんですけど、マルチの方がやっぱ絶対楽しいんで、マルチでちょっとまあ、おたけび上げながら行きたいと思います。行くぜ！おー！お、来た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 ！お、召喚したみたいな、俺が召喚したみたいなとの。よし。お、お願いします。お願いいたします。おー、来た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 、ありがとう。ありがとうございます。お願いします。揃いましたね。行きましょう、では。ちょっと分からん。ちょっと俺マップ知らんねんけど、全く。ん？まあ、ついていった方がいいか、これ、無難に。俺が死んだらこの世界終わってまうから、それは一番避けとくべきやから。おお、すげえ道やな、これ。なにこいつ、こいつ。あ、来た、こっから行くんだ。あ、これコンボなんか、これ。あ、なるほどな、これ。全員コンボなんや、これ。やっていくたびに上がっていくんや、じゃ全員が。あ、なるほど、なるほど。攻撃回数増やしていくべきやな。ん？開く。あれ？ちゃう、敵じゃなかった。敵じゃなかった、びっくりした。話す。何か言うか。ふぅ。ルカル。え？まあ、これ後でいいか、とりあえず。後で行こう。よし。攻撃してもだ、びっくりした。お、敵こいつ。あ、敵かこいつ。行く。あ、全然食らへん。あ、食らう。あ、連続攻撃して食らへんこれ。なるほど。あー、なるほどね、こいつ。一発目は全然食らへんけど、連続で攻撃して勝てるわけか。なるほど。あ、敵やん。嫌がるぜ、この野郎。
よし。こっちでいいかな？え、消滅した？え？消滅したぞ。どうしよう。あ、行くか。やれるか、二人なら。よし。黄金十油。召喚した方がいいかな、またこれ。行くか、こいつ。こいつぐらいでいけるか。いけ、こいつぐらいでいける。はず。よーし、行った。よかった。え？あ、めっちゃおるやん。ほい、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 ほい。あ、あかん。あかんな。じゃあこっち行くか。あ、スペルある。鍵かかっとる。行かれへん。くそ。戻るしかねえか。一人消滅しても、だからとりあえずもう一匹、もう一人読んだ方がいいな、多分これ。絶対そっちの方がいいよな。危ね。はいはいはい。よしよしよし。こっちね。真似しようか、真似しようか。こっちか。もう戻り方がわからんなったんやけど、まあええか、行くか。行こう。敵おる？おっとっと、なに？はい、敵めっちゃ出てたやん、これ。まずいまずいまずい。これ逃げた方がやるけど、こっち。あかん、あかん、あかん、あかん。あ、つえ、つえ、つえ、これ。あ、つえ、こいつら。あ、くくくくく、きついきつい。回復しよう。いける、いける、攻める、攻める。え、マジか、マジか、消滅した。ここ強え。ここ強すぎるやろ。あかんか。いける。あぶねー。あ、これ絶対無理やわ。めっちゃソウル溜まるけど。うわ、4000溜まった、もう。あ、ある。よし、行こう。あ、消えてもだ。あった、あった。あ、よし。あ、これ、道中で逃げるんやな。どっかでも召喚していった方が絶対いいもんな。よし。とりあえず、次どこ行くんやろ。よくわからんねんけど。あ、これこっから来たんか。あ、なるほどなるほど。あ、ちゃうちゃうちゃうわ。あ、こっちか。戻るか。でも召喚したよな、絶対一人。召喚できとると思うんやけど。まあ、ちょっとこれ使っとこう。あぶねえ。エストビンは回復量が早いから、持っとこう。これはちょっとやばいな。さあ、こっち戻った方がいいかな。ちょっとやっぱり。お、あるやん、あるやん。お、あった。召喚あるやん。ラッキー。あ、消えた。あ、こいつちょっと喋っとこう。不思議なやつだな、お前は。私はずっと人を避けてきたというのに。もしも、旅の途中のようだな。お前、お、手を貸そう。我が国ミラは、騎士の国。ん？どういうこと？え？まあ、今は無理ってことか、これ。ちょ、戻るか、じゃあ。敵おらんよな。どっちだったかな？どっちから来たん？あ、ここや、ここ、ここ。あ、ここから来たやん。こっから。あれ？あれ、戻ると、戻られんのか、これ。あ、行くときだけ？なるほど。戻れへんなっとる。ちょっとこれきついな。できれば召喚していきたいな、ちょっと。一人ぐらいちょっと召喚せない。ちょっとこれ一人多分絶対無理やからな。よし。あそこから来たね、確か。あ、行かれへんもん、やっぱり。どっから戻るかわからんけど、とりあえずまあ、召喚中やから待っとくか。よし。お願いします。いやー、ここ強いですね、かなりね。めっちゃ経験値くれるな、にしても。3000ぐらいもうもらっとるからな。あいつ一人で多分500ぐらいくれたんかな？
すげえな。お、来た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 ー。お、また書いた。よし、行こう。早速行こう。お願いします。よし、心強い。もうメイス持っとる。まあ、ちょっと霊体召喚中やから、とりあえず待っとこう。待ってもらおう。お、行く感じ？ちょっと。あ、召喚中やっぱり。待っとかねえかな。いや、待っといた方がいいな、でも絶対。見失うもんな。ちょっと待ってもらおう、とりあえず。待ってくれるはずやろ、多分。うん。お、帰ってきた、帰ってきた。やはり。これは絶対3人で行くべきやな。でも敵強かったもんな、だって。助っ人が2人やられるっていうのは初めてやからな。てか、ここ、びっくりした。レクサス！レクサスさんありがとう。お願いします。ん？なんか攻撃しとる？え？なになに？あ、攻撃しとる、なんか攻撃しとる。お、やってくれよ、やってくれよ。どうしてんやろ、これ。やってくれ、あ、魔法使いが遠隔で攻撃した方がいい感じかな。俺行ったらええんか。あ、危な、危ねえ。あ、いけない。あ、壊れそう。あかん。壊れたらあかん。壊れちゃならん。早いな、壊れる。あ、こっちか。基本ガード戦法で行こう。よし。お、宝箱。開く。開け。シュワーン。アイテム拾う。お、貪欲な銀の蛇の指輪。古びた鍵。おー、ゲット。よし、ゲットしたぞ。ん？これは OK かな、もう。どこ行くんや？これいいかも。これ行こう、次じゃ。あ、ここか。あ、意味ない。意味なしと。あの上から攻撃しとったってことか、あいつら。あ、なるほど。よし、行こう。しょ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 。あれ、どこ行った、あの人ら。あ、正面としてもだ。またやられたんか。どこ行ったやろ。あ、おった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 。これ行くか、一人で。いけるかな？頑張るか。ちょっと頑張ってみよう。あ、どっからだっけ？こっちから？こっちか。これ行ったんだっけ？こっち、奥。あ、開くんか、これ。鍵かかっている。あかへん。あかんぞ。どこや。あ、次行った方が早いな。ちょっと分からんな、マップが。てっててってん。走る。せせせせせせせ。あ、これ直線行ってない、多分。あ、違う、ここ、あ、ここや、ここや、あ、ここや。あ、ここや。あ、召喚しとくか。召喚しとこう。よし。火星来てもらった方が絶対強い。でも時間かかるからな、火星に来るのに。あー、ここや、ここや、ここや。あ、いたいたいた。いける。よし、後ろから、背後から狙う。よし。よしよしよし、オッケー。王国剣士の兜。なんともいろいろゲットできるな。お、なにこれ。引く。引く！あー！来た来た来た。ちょっと連れてこよう。ちょっと連れてきてもらおう。よし、こっちや。あ、おったあったあった。ちょ、礼しとこう。お願いします。よし、行きましょう。よし、二人やったらいける。基本的に俺ガードしていこう。
ほいほいほい。やっぱ、高って行くべきやな。もう何これ。え？まあ、仕方や。ん？なんかある感じ？あ、あ、ある。おお。教えてくれる。助かる。ん？よし、行きましょう、じゃあ。え、これボス？もしかして。え？ボスか、これ。もしかして、これ。行くか。行こう！え3体、え、なになに、いきなり、いきなり、え、どうしたいねんこれ。俺いきなり、おお、いきなりでけえ。これはやばいやろ。これやつってやばいぞ。いや、攻撃しよう俺。あ、当たれ当たれ。あぶい。おお、一人し強え。あ、攻撃めっちゃ強いわ、こいつ。3匹 !3 匹はいかんでしょ、これ。あ、痛い痛い痛い！あか、死ぬ死ぬ死ぬ。え、落ちた。あれ、落ちたぞ、あいつ。あ、ちょちょちょ、こいつ、ごっついとこ来たな。負けた、これ。あかん。おー、つえー。つえー。3体おるうちの1体にやられたんやけど。めっちゃ強いやん、こいつ。うわ。久しぶりに死んだけど、めっちゃ楽しかった。死ぬって、死ぬのが楽しい。どういうことやねん、これ。うわ、つえー。あれ、絶対1人無理やわ。3人で無理なんか、やばいな。強っ。あ、ボス戦やから、いっぱいあったんか、ここ。あれ、強えな。3匹おったけど。おー、猛者化してしまった。あー、猛者なってしまったぜ。ちょっと、あれはだいぶ強かったな。いやー。勝てそうな見込みがなかったぞ。あ、でも、あれか。ソウル落としてきたんか。どうしような、じゃあ。ソウル落としてきたけど、回収しに行きたいけど、まあ、3000ソウルぐらいからまだええか。あれ一人で絶対倒されへんからな。もう一回じゃあ、ちょっと人に戻っていくか。どっちか迷うな。何これ、漂う火球。もう強そう。魔法使いが一人おったら多分いけるかもしれんな。魔法、お、なんかあった。敵を倒した時に吸収するソウルが増える。え、めっちゃいいやん、これ。おー、これ、ええぞ、これ。あ、でも、能力はアップせえへんから、まあ、そこ絶妙やな、これ。今は使える状態じゃないな、これは。ちょっと。こう、どうするべきか。ここ攻略するべきか。戻って道を探すべきか。一応、なんか、マデューラに、なんか、螺旋階段みたいなのがあったところのスイッチがあるっていうなコメントいただいたんで、多分そこ進めると思うんですけど、どうしような。一応もう一回行ってみるか、じゃあ。ちょっと行ってみよう、もう一回。よし。戻ろう、人に。人になりたーい！ジュワーン！やはり人がいいね。うん。あ、めっちゃ見える。人ってええな。人ってええなと思わされるな、ここったら。でも、ここでまた死んだ、あれか。ちょっとあれか、じゃあ、ちょっと。マデューラの螺旋階段の方行ってみるか、ちょっとじゃあ。ちょっとこの忘却の牢はちょっとやばいかもな。敵がやたら強いもんな、ここ。敵がやたら強いし、しかもソウルがめっちゃもらえるってことは多分ちょっとレベル的にちょっと多分あれないと思うんな。今行ける場所じゃないと思うんな。行く場所じゃないと思うんな。まあ、プレイング上手い人はね、行けると思うんですけど。まあまあちょっと僕みたいにちょっとね、雑魚プレイヤーは多分、順番に乗っ取った方がいいっぽいな。うん。まあ、4000ソウルもったいないけど、まあ、いいか。なんか確か螺旋階段あったよな。で、なんか前何もなくて行けなかったんですけど、確かどこやったかな。こっちにあるんですよね。あ、あったあった、ここここ。ここですね。ここ確か、螺旋階段があって、なんか仕掛けが動かへんかったみたいな感じだったんですけど、動くらしいんで、スイッチがあるみたいなこと、コメントでもらったんで。
この螺旋階段どっかにスイッチがあるみたいなんですよね。ちょっと見てみるか、ちゃんと、よーく。よーく見て回ろう。よし。なんかあるか？どっかに。なんかあるらしいから。どっかあるんかな？おっと！お、20分来てしまった。シャシャシャ！雑種！なにこれ？お、縦ゲットした。お、縦。あ、縦あるってすぐ買い取ったな、最初に。強いこれ、縦。ガーディアンシールド強いけど。あー、でもそこまでか。あー、ごく一般的な縦。まあまあそこまでやな。よし。はい、というわけで一旦とりあえずここで終わって、次この続き、ちょっとこの、螺旋階段の下行ってみようと思うので、そちらの方もぜひ見てください。終わります。ありがとうございました。